ニック・ボストロムニック・ボストロムは、スウェーデン人の哲学者であり、オックスフォード大学教授。人間原理に関する業績で知られる。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで2000年に博士号を取得。学会誌や一般誌に論文や記事を書く傍ら、様々なメディアにも登場し、クローニング、人工知能、精神転送、人体冷凍保存、ナノテクノロジー、 シミュレーテッドリアリティといったトランスヒューマニズム関連の話をしている。1998年、デビッド・ピアースと共に世界トランスヒューマニスト協会を設立。2004年、ジェームズ・ヒューズと共にインスティチュート・フォーエシックス・アンド・エマージング・テクノロジーズを設立。現在は両団体の会長を務めている。2005年、新たに設立された。 フューチャー・オブ・ヒューマニティ・インスティチュートの所長に任命された。ボストロムの研究の有様は人間性の未来と長期間の結果に関係する。彼は存亡リスクについて論じる。それは彼が地球に源を発する知的生命の全滅もしくは永久的かつ劇的にその発展性を削ぐようになる不運な結果のものの一つとして定義するものである。 2008年の大著のグローバルカタストロフィックリスックスの中でボストロムとミラン・エム・チーコビッチは共に存亡リスクとより広いクラスの地球壊滅リスクとの間の関係を特徴づけて観測選択効果とフェルミのパラドックスに関連づけた2005年にボストロムは遥か未来の人類文明の研究を行うフューチャー・オブ・ヒューマニティ・インスティチュートを設立した彼は センターフォーザ・スタディ・オブ・エグジステンシャル・リスクの顧問の一人でもある。ボストロムは彼のストロング・セルフ、サンプリング・アサンプションによって人間原理の正しい理解がなされるとし、それぞれの観測時点は、その参照クラスにおけるすべての観測時点のクラスから、無作為に選ばれたものとして論じるべきだとした。このような考え方において、各観測時点は、 無作為に選択されたものとして分析されるべきである。観測時点のシーケンスの中で観測者の経験を分析することはある種の逆説を避ける役に立つ。しかし、主な曖昧性は適切な参照クラスの選択である。弱い人間原理ではこれは我々の宇宙における全ての実際のまたはありうべき観測時点に対応するかもしれない。 強い人間原理ではすべての多元宇宙に対応するかもしれない。ボストロムの数学的研究によると参照クラスが広すぎても狭すぎても直感に反する結果となる。しかし彼は完璧な選択を規定できていない。表面上、ボストロムのシミュレーション仮説は一種の会議主義的仮説であり、 一般的信念に意義を唱えるために出された現実の性質についての提案である。そこには現実が錯覚であるとする仮説に関する長い歴史が存在する。古くはプラトンに始まり、ルネデカルトの心と体の二元論を確実に支持し、バートランド・ラッセルの支持した立場に近い現象論にも密接に関連する。しかし、ボストロムはこのような流れとは、 無関係にシミュレーション仮説を妥当とする経験的理由があると主張した。彼が示唆したのは住民のいる惑星全体あるいは宇宙全体をコンピュータ上でシミュレート可能で、その住民が完全に意識を持っているなら、十分に高度に発達した文明ならそのようなシミュレーションを実行する可能性が高く、したがって我々が実際に そのようなシミュレーションの中の住民である可能性が高いということであった。ボストロムの主張は以下の3つのうちどれかがまだというものである。シミュレーテッドリアリティを生み出すほどの技術レベルに達する文明はほとんど存在しない。そのような技術レベルに達した文明があったとしても倫理やリソースなど様々な理由からシミュレーションを実行しない。我々が日頃経験する事物は ほとんどが、シミュレーション内の実態である。人工知能に関するボストロームの著作に対する、応答のうち、オーレン・エツオーには、MIT テクノロジーレビューの記事の中で、超知能が予見可能な水平線にあるという予測は、利用可能なデータによって支持されていない。と書いた。アランダ・フォーとスチュワート・ラッセル教授は共にエツオー二の調査方法論とエツオー二の結論に争う応答を、 書いた。プロスペクト紙は、ボストロムをその雑誌のワールズトップシンカーズの2014年のリストに入れた。ありがとうございます。